グランツーリスモの公式シリーズ JEGT のグランドファイナルが行われました。賞金総額は e モータースポーツ国内最高額の500万円。今回は3人1組の団体戦で10チームが参加。予選ラウンドとグランドファイナルの合計ポイントでチャンピオンを決めます。注目は2020年世界チャンピオン宮園拓真率いるエヴァンゲリオン e レーシング。予選は3位でしたが1位とはわずか4ポイント差。巻き返しに期待がかかります。グランドファイナルは15ラップの一発勝負。序盤からデッドヒートを繰り広げます。そして3周目。抜かれた SPK もこのままでは終わりません。5周目で早めのピットイン。これが功を奏しエヴァンゲリオンを抜き去り、まず2位に。さらにピットに入りました TC コルセ。1位の TC コルセがピットインの間に順位は入れ替わり、先頭はまたもや SPK、 2位にエヴァンゲリオン。優勝はこの2チームに絞られました。そしてレース後半の10周目。ここはさすがエヴァンゲリオン e レーシング。1位を奪い返したエヴァンゲリオン、最終的には2秒の差をつけて山中智明が帰ってくる。さあ見えてきた、今チェッカーフラッグ。見事優勝を飾りました。エヴァンゲリオン e レーシング with 広島マツダって、もうドライバーはまずすごい3人とも今回力があって、あと本当作戦通りに行きましたし、3人とも実力出し切れて、あとはサポートの方々も本当に的確に指示をしてくださって、いい結果につながって、本当に嬉しいです。ポケモンユナイトの公式大会が開催。熱い戦いが繰り広げられました。ルールは5人1チーム、制限時間10分。スマホでもできる。あ、なるほど。野生のポケモンを倒し、ポイントを集めゴールを決めることでスコアを獲得。より多くのスコアを獲得したチームが勝利となります。1日目2戦先勝の準決勝、毛ガニ対自称アブソル全一軍団では僅差の戦いが繰り広げられました。第1試合スコアを重ね有利に試合を展開したのは毛ガニ。しかし残り1分30秒を切ったところで、マップ中央でこの試合を決定づける集団戦が始まります。そのままフリーザーを取ろうというところ、当選棒はかわしての、おっと自称アブソル全一軍団取りました。さあここからだ。マップに出現する野生のポケモンフリーザー、これを倒すことで相手全員にダメージを与えられる特殊効果があり、毛ガニはこのプレーでおよそ100点差があったスコアを逆転され、1試合目を落とします。そして第2試合、後がない毛ガニ。この試合もマップ中央でのフリーザーを倒す戦いが鍵となりました。さあフリーザーに行くしかないアクセス、残り1割決めるのはどっちだ。毛ガニが決めた。今度は毛ガニが相手に大きなダメージを与える大技でフリーザーを撃破。スコアを重ね第2試合に勝利、1対1とします。どちらが決勝戦進むのか。勝ったチームが決勝戦へ進出できる第3試合、残り3分で試合が動きます。スコアをリードする毛ガニは2対1で有利に戦っていたところに相手のポケモン2体が駆けつけ数的不利な状況に。すると助けに来た味方を含め相手に連続して撃破された怪我人。怪我人2匹いかれちゃうとこれそうなの、怪我人の方に行ってやってる気持ちが乱獲みたいになっちゃうんですよ。取りすぎ。残り時間およそ1分で逆転を許します。さらに削っていく。50点が入らなかったですね。それでも残り25秒で48点差。48点差、強調が危なっかしいですよ。このユナイ決まって逆転、2点差、15秒。毛ガニは持っていた大量のポイントをゴール。うわうわ、土壇場の大逆転勝利で決勝進出を決めます。ということで毛ガニが見事勝利しました。この戦いで勢いに乗った毛ガニは決勝戦も勝利、初日の王者に輝きました。すごい。